こんにちは。今回は DJI Osmo Pocket 3クリエイターコンボに付属している DJI Mic 2と Pocket 3の本体マイク比較です。DJI Mic 2は様々な使い分けが可能になっています。DJI Mic 2側で 32bit フロート録音に対応しているので、32bit フロート録音にしておき、こちらのマイク側に入った音声をPocket 3の本体に送信して動画に直接録音することが可能になります。ただし、32bit フロート録音に対応しているのは、あくまでも DJI Mic 2側ですので、そちらで残したい場合には、こちらの方で録音するようにしてください。私の場合、せっかく Pocket 3のマイク性能も良いので、DJI Mic 2側とは別途、Pocket 3のマイクでも録音しておきたいと思い、わざとリンクを解除して別々に録音したりしています。それぞれ別々に収録する方法ですが、通常は両方とも電源を入れると自動的にリンクされます。そうすると DJI Mic 2側で入力された音声が Pocket 3へ自動的に転送されます。しかし DJI Mic 2と Pocket 3を別々に撮りたいので、 DJI Mic 2と Pocket 3のリンクを解除する必要があります。リンクの解除方法はこちらの録音ボタンを長押しします。こうすることで DJI マイク側と Pocket 3のリンクが切れ、 DJI マイク側は緑色の点灯になります。この状態で別々になりますので、それぞれの録音ボタンを押すことで収録が別々になるようになっています。またリンクさせたい場合には録音ボタンの長押しをすることでリンクがつながるようになっています。それではそれぞれ別途同時に収録した音声の比較を見ていこうと思います。まずは収録した映像にそれぞれの音声を差し替えたもの、そしていつも通りアナライザーで比較したものをご覧ください。DJI Mic 2と Pocket 3のそれぞれのマイク性能の比較収録をしています。ノイズキャンセリングとローカットはオフにしていまして、Pocket 3は正面に置き全方向の設定に、DJI Mic 2は胸元につけて 32bit フロートの設定にしています。それぞれで私の声はどのように収録されているでしょうか。現在都庁の裏にあるベンチ裏に来てまして、周辺は少し車が通っていますね。DJI Mic 2と Pocket 3のそれぞれのマイク性能の比較収録をしています。ノイズキャンセリングとローカットはオフにしていまして、Pocket 3は正面に置き全方向の設定に、DJI Mic 2は胸元につけて 32bit フロートの設定にしています。それぞれで私の声はどのように収録されているでしょうか。現在、都庁の裏にあるベンチ裏に来てまして、周辺は少し車が通っていますね。DJI Mic 2と Pocket 3のそれぞれのマイク性能の比較収録をしています。ノイズキャンセリングとローカットはオフにしていまして、Pocket 3は正面に置き全方向の設定に、DJI Mic 2は胸元につけて 32bit フロートの設定にしています。それぞれで私の声はどのように収録されているでしょうか。現在、都庁の裏にあるベンチ裏に来てまして、周辺は少し車が通っていますね。DJI Mic 2と Pocket 3のそれぞれのマイク性能の比較収録をしています。ノイズキャンセリングとローカットはオフにしていまして、Pocket 3は正面に置き全方向の設定に、DJI Mic 2は胸元につけて 32bit フロートの設定にしています。それぞれで私の声はどのように収録されているでしょうか。現在、都庁の裏にあるベンチ裏に来てまして、周辺は少し車が通っていますね。いかがでしたでしょうか。聞いている印象ですと、Pocket 3は全方向無指向性で、周りの音もきれいに入ってきていますが、私の話している声もしっかりと捉えている印象でした。アナライザーを見ると、19kHz 付近までしっかり捉えていますが、20kHz 手前でガクッと落ちていますね。DJI Mic 2は指向性が高く、周辺の音はあまり拾わずに、話している声がしっかり捉えられています。アナライザーを見ると18キロ付近から下がっていますが、Pocket 3のマイクのようにいきなりガクッと下がるようなグラフにはなっていませんね。まあこれで音の良し悪しがわかるわけではありませんが、
それぞれのマイクの癖が少しお分かりいただけたでしょうか。私としてはそれぞれ別々に音声収録しておくと後々素材の使い勝手が良いので、この方法で運用してみたいと思います。編集の手間を減らす目的であれば、ポケット3と DJI マイク2のリンクをして、 DJI マイク2の音声をポケット3に送信して収録する方法が楽だと思います。ポケット3側の設定で音声と動画の同期の設定をオンにしておくと、バックアップも含めて楽に運用できると思います。このチャンネルではカメラやオーディオなどの趣味や、私が本業としている IT のお役立ち情報などを発信していこうと思っています。少しでも気になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。